おはようございます。ウェザーニュースキャスターの角田直子です。今日1月13日日曜日の全国の天気をお伝えします。まずは天気のポイントを見ていきましょう。今日は高気圧に覆われて太平洋側を中心に日差しが届き、広いエリアでお出かけ日和となります。ただこの時期らしい寒さは続きますので、寒さ対策を万全にしてお出かけください。風と風のぶつかり合いによって北陸や山陰、九州の北部では雲が広がりやすく、にわか雨の可能性があります。お出かけの際は折りたたみ傘があると安心です。沖縄は晴れたり曇ったりの空です。こちらもにわか雨の可能性がありますので、空の変化にはご注意ください。ではここからはアイコンでお天気を見ていきましょう。今日の全国のお天気です。今日は広いエリアで日差しが届き、お出かけ日和となります。朝は雲が広がる関東南部もだんだんと天気回復し、お出かけを楽しむことができそうです。ただ九州の北部や中国エリア西部はにわか雨の可能性があり、午後は局地的に強雨や雷雨の恐れもあります。空の変化にご注意ください。また北陸の東部や青森、岩手県内、こちらもにわか雨、にわか雪の可能性がありますので、お出かけの際は折りたたみ傘をお持ちください。北海道も今日は広いエリアで晴れますが、日本海の沿岸部やオホーツク海沿岸部で雪が降る可能性があります。今日は西日本、東日本、日差しの届くところでは日差しのぬくもりを感じることができそうです。ただ空気は冷たく、全国的にこの時期らしい寒さが続きます。油断せずに寒さ対策は万全に行うようにしてください。以上、全国の天気をお伝えしました。今日も素敵な一日をお過ごしください。